さんこんにちは、インターン生の菊池海斗です。今回は私の人生で一番好きなゲーム、ファイナルファンタジー10、通称 FF10 について紹介していきたいと思います。ゲームの発売は2000年で、私が初プレイしたのは小学1年生の時でした。その頃の私はもちろん漢字を読めるわけもなかったので、親にわからない部分を聞きながらプレイしていたのを今でも覚えています。そんな小さかった私でも FF10 のストーリーにはとても心を打たれ、そこからどんどん RPG にはまっていきました。主人公はティーダという青年。ティーダはブリッツボールという現実世界でいうところの水球のようなスポーツのプロ選手であり、数年前に海でのトレーニング中に行方がわからなくなってしまったプロブリッツ選手ジェクトの息子です。物語は夜中でも明かりが消えない街ザナルカンドで暮らす主人公ティーダがシンという巨大な魔物に襲われてしまうところから始まります。知人アーロンの助けを借りてなんとか危機を脱出しようとしますが、もう一歩のところでシンに飲み込まれてしまいます。目を覚ますとそこは見知らぬ遺跡のような場所。そこでアルベド族という特殊な言葉を話す民族の少女に出会います。少女と話すうちに、ここはスピラという世界であること、ザナルカンドは1000年前に滅んでしまったということを聞かされ混乱してしまうティーダ。そこにまたシンが現れ、ティーダたちが乗っていた船は襲われてしまいます。またまた気を失い、目覚めるとそこは見知らぬ浜辺。誰かが自分を呼んでいることにティーダは気づきます。目をやるとブリッツボールの練習をしている青年たちがティーダに向かって手を振っていました。異世界に飛ばされ孤独だったティーダはブリッツボールを目にしてテンションが上がります。声をかけてくれたのはワッカという青年。ティーダは面倒を見てもらう代わりにワッカのチームでブリッツの選手になることになります。ワッカの村に連れて行かれ、そこでティーダはこの物語のヒロインユーナと出会います。ユーナは召喚師であり、召喚師というのはスピラでシンを倒すための唯一の切り札であり、これから召喚獣を従える旅に出るということをティーダは聞かされます。ユーナと会話をするうちに、行方不明であった父親ジェクトが同じく召喚師であるユーナの父親と数年前旅をしていたということを知り、運命を感じたティーダは召喚師のガードとして旅に同行することになるのです。と、物語の導入はこんな感じです。次回からネタバレ全開で物語の解説をしていくのでお楽しみに。この動画が気に入ったらチャンネル登録といいねをお願いします。Thank you.